フィギュア、江川マリア2年ぶり2度目 V 笑顔で大会締めくくる、全日本につながる演技に。フィギュアスケート、東日本選手権27日青森、テクノルアイスパーク発行女子フリー。ショートプログラム、SP、首位発信の江川マリア、20名時代が、2年ぶり2度目の優勝を飾った。フリーも1位の122.59点をマークし、 合計185.77点。笑顔で大会を締めくくった。序盤から会長にエレメンツを重ねていくと、後半のダブルアクセル、2回転半、マイナス3回転トーループマイナスに回転トーループの3連続ジャンプも余裕を持って着氷。流れるようなスケーティングで観衆を魅了した。完成度高くまとめきり、すごく落ち着いて演技ができたので。 次の全日本に繋がる演技になったんじゃないかな、と納得の表情を浮かべた。今大会には、同門の青木ゆ奈や渡辺凛からライバルは不在。上位5人に与えられる年末の全日本選手権、12月19から22日、大阪の切符はもちろん、今回は特に自分との戦い、と結果にこだわって臨んだ体育だった。 合計点は準優勝した昨季から約12点向上。成果に喜びつつ、もっともっと余裕を持ったジャンプを磨いていきたいと引き締めた。今期からキャリアを通して自身初めてとなる強化指定選手になった。選出された当初はプレッシャーになった時期もあったと明かす。それでも、もっと上の目標を定めて頑張ろうと、重圧と向き合う術を覚えた。 全日本出場がゴールではない。昨季の11位を超え、初めての国際大会派遣の夢を見据えている。ショートもフリーも揃えて最低限190点は超えられるようにしたい。全日本開幕直前に21歳の誕生日を迎える大学3年生。昨季の自分を超える戦いに挑む。勝部明あを